はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストタクト続きやっていきたいと思います。セラフィーが出たみたいね。スカウトでセラフィーと、あとチョメちゃん。お、優勝スカウトガチャできるのか。一応ね、あれ溜まってんですよ、タクトポイント。一回回せんね、当たったりしてね。これダメだね、後ろのスライムがね。10連も回してみっか。あー、チョメちゃん当たってくんねえかな、あの金。飛ばしますね、パンパン。なんかバレンタインイベントっていうのがやってるみたいで。お、来た、チョメちゃん。ドラクエ10ですね、バージョン2かな。チョメちゃんが来たよ。すごいね。毛並みを整える怒りの雄たけび、肉球スタンプ。なんかいろいろあっけどね。はい、まあ当たんなかったら当たんなかったでしょうがない。一回だけできるので。優勝ガチャなんでね、3000分買わなくちゃないけどね。外れたらもう経験値に変えればいいので。お、金。虹なんでかな？虹一体出てこねえかな？お、出た！さあ、来るかな？来る可能性は普通にありますね、セラフィーね。ダースドラゴン以外は全部当たってるので、一応ね。ドラゴンゾンビ。お、マッシュ。9。あ、ホワイトキング。もうマックス、あ、まだ覚醒ランク上がんのか。まあ、そのうち当たるかな。よし、じゃあね、デイリー残しといたんだけどね。もし当たった時経験値上がるので。じゃあイベントやろうか。この余命クエストもね、クリアしましたね。2万5000ぐらいあったけど、これもね。結構辛かったけどね。はい、ぶっ飛びバレンタイン大作戦開催。パティシエナイト仲間賞だって。超特訓クエストで仲間にすることができると。バトルロードは別に何もないよね。ああ、なるほど。あ、こんなのあるんだ、パティシエナイトのイベント。今レベル上げてる最中なんで、あ、まあ普通に入るんだね、初回報酬で。はい、文献によるとこの時期にはバレンタインというイベントをやっていたみたいだよ。なんでもみんなで美味しいチョコを食べて楽しむイベントらしいんだ。みんなで美味しいチョコを、素晴らしいの、発想が天才の、それなの、ぜひイベントを実現するの。そう来ると思ってチョコ作りの達人を探しておいたよ。早速会いに行こう。ここにチョコ作りの達人がいるはずだ。ごめんください。おや、ミーに客人とは珍しい。何か用ですか？バレンタインを実現するために、美味しいチョコ作りに協力してほしいの。剣を捨て、泡立て器を振るようになり、何年経ったか、ついにミーの力が試される時が来たのですね。協力してくれるってことでいいのかな？いいでしょう。協力しましょうとも。しかしその前に、ユーたちの本気度を確かめさせてもらいますよ。それもそうだけどね。例えばセラフィーってないんですか、いいんだろうね。回復とかできるんだろうな、多分。これもなんか使えそうだよね。ユウたちの気持ち伝わりました。協力します。最高のチョコを作りましょう。
再婚チョコもいいけど、そこそこ美味しいチョコをたくさん作ってくれればそれでいいの。ミーが作るからには半端なチョコで妥協はしません。そういうスイートな考えは捨ててもらいます。頼もしいを通り越してめんどくさいレベルの情熱なの。こらモナン、でも確かにすごい情熱だな。君はどうしてパティシエナイトになったの？気づいたんですよ、ミーがいくら剣で戦ってもみんなを笑顔にできないことに。それなら泡立て器を振って美味しいお菓子を作った方がみんなの笑顔にできる。それでミーは剣を捨て、戦いを捨てパティシエナイトになったのです。でもさっきの戦いでは泡立て器で思い切り殴ってたの。安心してください、身内ですから。さあチョコの材料を集めるために森の方へ行きましょう。ほい。まあこれでまた回せればいいけどね。あ、なるほどね。これでパティシエナイトロード1日目。ああ、これをやればいいんだ。こうさ、見れないか。チョメちゃん使えんじゃん。どうすかな。じゃあちょっとチョメちゃんとかレベル上げようか。まあこれでいけっかなと思いますけどね。まあもうちょっとレベル上げて何ですかね、パティシエスライムロード、まあそんなんやればいいかなと思うんですけどね。お、愛のエプロン。え、でも愛のエプロンとそれだけかもらえるのが。よし、じゃあね、ちょっとどうすかね、もう一回ぐらい回したいんで。まあセラフィーがね、天使のおまじないとかあるみたいね。まあ回復キャラだよね、完全にね。それでまたね、トリュフとか貯めればセラフィーのチケットと交換できるんだけど、とりあえずね、もう一回回せる分だけ購入しました。まあ出なかったら出なかったでいいです、これはこれで。出ればちょレベル上げるんですけどね。まあ一回 S 出たからまあ出ないでしょうね。ああ、何の期待もね、後ろスライムだ。あ、でも金か。お、4つあんじゃん。でもチョメちゃんとかかな。化けねえかな、ドーン。化けてくれれば出る可能性は普通に。お、いいね。なんか。セラフィーが出ればね、強くするんですけどね。おお、いいね。チョメちゃんだらけだ。お、化けたね、今ね。化けたね、ここもね。なんで、ここで化けてほしいんだけどね。お、チョメちゃん。すげえな。もう一個あったっけ？お、すげえ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 。この画面珍しいんじゃない？スクショしとくか。ランクアップしまくったね。これでまた交換してね、パティシエロードとかやろうと思いますので、今392個あるから150個で交換できるので、まあいいもんあるよね。よし。じゃあ今回ここまでにしよう。で、次回ね、
そうだね。まあもう一回ガチャれればいいかな。よし。はい、ということでセラフィーが当たるので、まあ、頑張ってね手に入れたいなと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。